1964年東京オリンピックのサッカー競技は10月11日に開幕した。10月23日に決勝戦が行われ金メダルを獲得したのはハンガリーであった。前回大会である1960年のローマオリンピックから出場国を2つ減らして行われた。東京大会でも東側諸国の活躍が目立ち、金銀道全てのメダルを 東欧諸国が独占した。当初は16カ国が参加する予定だったが、イタリアはメンバーの中にプロ選手がおり、アマチュア資格の有無が問題となり危険。北朝鮮は同国の陸上競技と水泳競技選手が非承人の競技大会に出場していたことにより資格停止となったため選手団全体がオリンピックから引き上げた。それに伴い参加国が14カ国となったため、 グループステージは4カ国によるグループ2つと3カ国によるグループ2つの変則的な方式で行われた。各グループにおいて上位2カ国が決勝トーナメントに進出する方式であった。試合は5会場で実施された。東京の国立霞ヶ丘競技場陸上競技場、駒沢陸上競技場、秩父の宮ラグビー場の3会場を当初は計画。その後、 試合間に芝を48時間以上休ませる必要性から横浜市の三沢集球場、大宮市の大宮集球場の2会場でも開催されることが決まった。決勝戦は東京オリンピックのメインスタジアムである国立霞ヶ丘陸上競技場で行われた。また、関西のファンにも世界レベルの試合を見せたいと願う。 関西サッカー協会の尽力で IOC と FIFA の了解を得て東京オリンピックでの正式競技としてではないものの大阪市の長井を呼び京都市の西京国において準々決勝敗退4チームによる順位決定戦が開催された3カ国は以下の13カ国と東西統一ドイツであるルーマニア V メキシコ東西統一ドイツ V イランイラン V メキシコ東西 統一ドイツ V ルーマニア東西、統一ドイツ V メキシコルーマニア V イラン北朝鮮は、大会、不参加ハンガリー V モロッコユーゴスラビア V モロッコ、ハンガリー V ユーゴスラビアブラジル V アラブ連合共和、国チェコスロバキア V 韓国、チェコスロバキア V アラブ連合共和国ブラジル V、韓国アラブ連合共和国 V 韓国、チェコスロバキア V ブラジルイタリアは、危険アルゼンチン V ガーナ日本 V アルゼンチン日本、 V ガーナ、東西、統一ドイツ V ユーゴスラビアハンガリー V ルーマニア、アラブ連合共和国 V ガーナチェコスロバキア V 日本、ハンガリー V アラブ連合共和国チェコスロバキア V、東西統一ドイツ東西、統一ドイツ V アラブ連合共和国ハンガリー V、チェコスロバキア日本、V ユーゴスラビアルーマニア V ガーナルーマニア V、ユーゴスラビア。ありがとうございます。